皆さんおはこんばんちは、エンターテイナー鍋です。さあ本日も始まりましたダンデライオンスタジオ。今回ものんびり気ままにまったりとゲーム攻略していきます。この動画のパート1をご覧になられていない方、この動画の趣旨や注意事項などを説明させていただいてますので、パート1の動画もぜひぜひご覧ください。それではゲーム攻略に入らせていただきます。どうぞ。ほい、スーパーマリオデッセイ実況プレイパート14やっていきます。さてと、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11個目の国、料理の国へ行ってみたいと思います。多分もう半分いってると思うんだよね、あのオデッセイ号の完成度合いから。塗装ハゲデッキ、相変わらず多分あと2つくらい世界クリアすればこのゲーム終わるんじゃねえかな。さて、クッパは誓いの水で乾杯？式の準備は着々と進んでいるみたいだ。さてさて、これでも読んでおこうかな。ワンポイントアドバイスもいいっす。次に料理の国も調べておこう。この国の有名な料理は火山を利用した祝福のシチューだって。シチューか。皆さんはクリームシチューとかビーフシチューとかいろいろありますけど、何が好きでしょうか？たまにはビーフシチューもいいな。料理の国、ボルボーノ。火山の上にボルケーノと。料理を狙うブルーダルズ。あいつら諦めねえな。だって。はいよ。さあ、着ないよ。まあ、最初はまあ、デフォルトな格好で。これ落ちたらいけないやつだよね、多分。落ちたらいけないやつなんだよね。やっぱりダメか。これまずいな。あれどう取ったらいいんだろう。早速体力やばいんだけど。よし、あのコイン欲しいな。届かないもんな。うわ、危ねえ。あ、一緒だ。しまった。あのコインを取る方法。わわ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 、おおおおおおお、危なっ、あっつ、あ、こういう目、俺苦手かも。こういう感じか。てかあれもしかして何、命がけで取る感じ。まあそれでもいいや、取ろう。
超命がけ。あ、多分他にも取る方法あるんだろうけどね。こうしちゃったら壁とかないよね。ダメだと思うね。まあいいや。とりあえず先進んでみるか。あ、てか分かった。そういうことか。でしょ。とりあえずパワームーン1個ゲットできそう。てかここ18個も押したんだね。やはり、なんとなくこう、終盤っぽい感じしてきたじゃない。痛い。いって。やっちまった。まあ、いっか。まあ、いいや。あとマシだ。え？あ、ああそういうことも。あ、ああで陸地に戻ると治っちゃうんだ。なるほど。あ、痛い痛い痛い。やべえ、俺この目苦手だ。お、体力全然ないんだけど。あ、一人いねえ。この国の祝福の手中で必要なものは全部いただいちまったよ。お前らとっとと追い出して、火山の大鍋ごともらっていくとするかよ。こいつ、あれだよね、毒液とか入ってくれてたよね。これさ、これ利用できない。うず回復。死に踏めた。よい。ほい。よしよし。押せるのが簡単。よし。アームゲット。料理を狙うブルーダルズ。狙うってかもう取られたじゃないの。チーズ岩の中に。チーズ岩。あ、チーズの岩だ。さて、問題は、ここはいける。アームゲット。血を粒丘の隅っこ。
なんかいたかな。やべ、落としちゃった。お、よい。反対だと足んないかな。おや、行ってみよう。あー足りないか。よいしょ。こいつもやっぱ連れてこないといけないわけね。ここに固まっちゃったよ、敵。よいしょ。お、お、お、お。あー、戻んないで。お、よっしゃ。オッケー。溶岩のガールフレンド。えい、あぶだぶ。あぶね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 。よっ。あ、いないの？いや、もしか外側から回ってくるとかかな。あぶね。ジャンプできるから多分あれは飛び越えらんないよね。まあしょうがない。足場があるとはいえだよ。あいついないじゃ話がねえな。ラッキー。いや、悩んでてもしょうがない。ナス？美味しそうな匂いがするよ。あ、ごめん。なになになに？あ、フォークか。ゴルボーの横は美味しい食べ物でいっぱいなの。車あったりだけど今とっても困ってるとこなの。え、はい。フェロンザ広場。エビ？お。面白そうなことはあるんだけど、おっかねえな、溶岩だらけって。お、もう至る所にある。お、まさかの。お、何？
株を見つけたら鍋に入れてみて。まあいいや。金色の株だったらいいことあるの。金色だよ。マジか。痛い、やっぱりか。これあれじゃない？耐火服とかいるんじゃないの？お、克服、いいね。これでね、母さんの暑さも克服してほしいもんですけど。よしよし。まあ、しょうもないこと言ったところで、頑張っていきましょう。新商品、ピエロ帽。パーティーグッズかい？で、パワームーンゲット。またコイン集めなきゃ。よし。よいしょ。料理をする格好しないと中には入れられないの。あ、じゃあ、入れてもらいましょう。え？何が？鍋でコトコト煮込んでるの、火力が足りなくて美味しくならないの。鍋の中に溶岩から熱を出せばグツグツ煮込んで美味しくなると思う。え？どういうこっちゃ。危ない危ない危ない、なんだこれ。あ、ちくしょう。おい、なんだこいつ。追いかけてくるぞ。鬱陶しいな。でもどうしようもねえし。え、どうすんのこれ。危ないけど。こういうこと？あ、そう。まった。え？指でグツグツ。これはいいけど、あそこどう？ボーレッツの。すげえしつこいこちら。熱い。マジでこいつ何なの？
よっしゃ。全然わかんないけど、あ、もしかして、もしかしてそういうこと？そういうことか、そういうことなのか。危ないけど、こういうことか。あ、違うのかな。違うのかな。気になる。よっ、やっぱり。こいつらのこのトマトの駅のところは、あいつら着地しても大丈夫なんだ。足場が、ほい、ほら、なるほどね。あー、うっそ、足りないんかい。いや、でもさっきのあそこのやり方も分かりましたね。そういうことか。あ、ここ辛いな。こういう面苦手だ。よし、足場が。よいしょ。お、お、よし。なるほど。あ、登れない。えい。あ、なくなってるし。よし、ほい。これも食材？なるほど。まあ、いや、あれは後で回収するとして、まあ、今回はここまでにしておきましょうか。いやー、なかなかね、ちょっとね、足場の確保が大変なこの面ですけども、なんとか、クリア目指して頑張っていきたいと思います。これなんだ？えい。気持ちいい。はい。というわけで、スーパーマリオデッセイ実況プレイのパート14はここまでにさせていただきます。最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、また見ていけるなー。